どうもどうもです。マジか。50秒1、2。サブ直原です。すごいなこれ。よく出た、神の一手だそれは。最近ハブさんのものを合わせてやろう。自分の名前が思い出せないハブよ。はい、ということで今回ですけど、今回読みのりさんのコラボです。はい、読みのりさん昔から僕にも教えてくれたあれやってますよね。ああ、あれアブローラーだけ。そんなの教えてもらってない。今流行りの将棋ですよ、将棋。将棋ね。藤井聡太君がタイトル取ったの知ってます皆さん。棋聖戦ね。棋聖戦、そう、棋聖戦見ました見ました。で、藤井聡太君ってねめっちゃ強いじゃないですか。勝率8割超えてるんですよ。10回戦ったら8回か9回勝つんですよ。とんでもないな。とんでもないですよ。強さの秘訣にですね、藤井君が食べるご飯にあるんじゃないかっていうのをめちゃくちゃ今テレビで報道されてるわけです。ご飯の力で勝ったと。ということでやっていきたい企画、はい、藤井聡太が勝ってきた食事から本当に受験で勝つ飯はこれだ。いやー、ご飯と勝敗っていうのは受験会でもあるじゃないですか。前日にはこれを食べて明日はカツ丼でカツ丼食ったりね、はい、なんかそういうのあるじゃないですか、はい、だから私たち藤井君がプロになってからの食べた食べ物とその勝敗すべて調べまして、本当の受験前、今年2020年この瞬間において受験前に絶対食べるのはこれだというものを一品決定します。でもこちらのね、これすごいサイトがありましてですね、藤井聡太君の全将棋飯一覧というのと全部調べられてね。こいつマジでこの人の案件やな。そう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 。はい、ということでね、やっていきたいと思います。ということで、メイキングパスワーオイズ積み。じゃあ、読みのりさんが2020年、僕が2019年、花尾さんが2018年、キムが2017年で、そこから何か傾向をつかむという18年度で、これで、僕ちょっと調べてみたんですけど、ほぼ買ってるんですよ、この人。そうですね、まあほぼ買ってるんですよ。1割4分とかあったら、そう、ほぼ買ってるんで、だから負けたところから傾向をつかむっていう方が大事かもしれないですね。逆に、逆に、我々からすると、はい。ヤグラに行くときだいたいイレブン食ってるってのは先方だね。ヤグラ囲いで行くときだいたいイレブンで飯食ってんだけど、結構重めのやつ食ってるよな。いや、重めのやつ食ってる、割と食ってる、割と重いやつ食うときこれ。ちょっとやっぱでも温度低いのダメなんじゃない。おい、ネタバレすんな。これは、あ、ごめんなさい、言ってしまった。言ってしまった。これはじゃあ共通してる可能性あるな。これ共感したってことはいいことなんじゃない？そう、やばいぞ、そういうこと。決まっちゃうのである。え、皆さんできました？できました、できました、できました、できました。はい。え、傾向ありました？ありました、ね、傾向の対策が。傾向ありますよ、これありました。ありました。うん、なるほど。じゃあキムさんの方から、はい、なんか言ってみましょうか。キムさんは2017年を調べてもらった、うん、そもそも勝率が上がるものあるのかっていうのと、はい、勝率が下がりにくいものあるのかっていうのを確認してたんですよ。はい。ちょっと調べてみて。そこで、はい、まず、はい、勝率が上がるもの、はいはい、発見しました。何ですか？これなんと、味噌煮込みうどんです。あー、味噌煮込みうどんね。味噌煮込み。あー、でも、さすが名古屋。近い見解出てる。俺も近い見解出てるよ。これ、これ明確に上がってるんですよ。はい、なぜかというと、はい、あと2018年3月18日。はい、これ親子ナンバーうどんを食べて負けているんですよ、はい、その2ヶ月前の2018年1月25日、はい、これ昼に親子ナンバーうどんを食べ、はい、夕方に味噌煮込みうどんを食べてるんですよ、はい、買ってるんですよ。なるほど。ということは味噌煮込みうどん勝率上がってます。なるほど、はい、なるほど。それとですね、まあ、それだけだと、はい、まあ、それをまあ夕方に食べてもらいたいんですけども、あ、夕方前日いつ食べるかも。これセンター試験本番の前日の夕方は味噌煮込みうどんだという主張。そうですね、なるほど、はい、なるほど、そういう主張ね。まあそれだとお昼に食べるものではない、はい、はい、でお昼に何食べたらいいのかなっていうのを、どうやら、まあ、皆さんちょっと同じ結論かもしれないですけども、冷やしうどんを食べるとちょっとあかんかと。わかるわー。いやー、わかるわ、はい、わかるわー。これはすごいな、ちょっと。え、でも、え、同意です。え、でもさ、俺んとこも、冷えたもの食ったら負けてたんや。いや、それは俺のとこも同意です。同意です。あー、やばいな、これ。やばいな。本当にすごい、これ。これ、え、でもこれ本当にすごくない？本当にすごい。冷えた尽きるよ、これもう。で、
冷やしうどんを食べてるのにもかかわらず、はい、買ってる時に一緒に食べてたものはそれ高める効果があるんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、なるほど、仕上げました。冷やしうどん食ってんのに勝っちゃってる時はその相方の方がめっちゃ強いってこと。はい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 、ロジカルですよ。ロジカル。めちゃくちゃ随分とロジカルでしたよ今。それを調べた結果出てきた結論、天丼です。おロジカルやな。いやでも他にもいろいろあったんですけども、はい、微妙な傾向でちょっと本当にあるかどうかわかんないですけど、卵苦手っていう傾向があったんですよ。マジで。なので親子丼とか他人丼はちょっと控えさせていただいて、まだ言うことじゃないけども、でも俺の時卵克服してます。俺の時卵ほとんど買ってた。進化し続けて、進化し続けて。2017でしょ。19やん、やったの。ああ、2年も経ったらもう親子丼だと10分の8か9買ってるから。おお、なるほど。じゃあその時代では天丼より親子丼の方がいいかもしれない。前何年、2017年。はい、じゃあ2018年、花尾さんなんか言ってますか。はい、はい、まず、はい、傾向として、はい、はい、まずやっぱり冷やし系克服できてません。いや、わかります、それはもうね、ほんとそう決まりなんですよ。はい、なんですけど、特に強かったやつ、はい、これがね、カレーうどん。あ、おお、え、5勝0敗すごい、すごい。え、私、一緒の結論ですね。おお、私実は一緒の結論で、なんかカレー、いや、カレー系を食って、うん、時はまず10分の9買ってるよね。これが違う。10分の9買ってて、すごいよ、一緒で。さらに、お肉系なんですけど、はい、ステーキ食うと負けちゃうんですよね。あ、なるほど、はいはいはい、ただハンバーグはめちゃ強いってなります。その結果ハンバーグはプレミアム和牛ハンバーグ、はいはい、100%。 あ、6勝ないんだ。しかも6勝0敗。あ、それはすごい。6勝は結構心配ある、うん、なので結局カレーハンバーグ丼の結論最強なんですよね。カレーハンバーグ丼ね。バカが食う食べ物だ。せめて昼ハンバーグ、夜カレーとかにしたほうがいいんじゃないですか。せめて。ということで、じゃあちょっと私行きたいと思います。2019年度なんですけど、これまず花尾さんと実は一緒でですね、はい、まず冷やうどん、冷えたもの NG です。はい、NG です。冷えたものは勝率が2割ほど下がってました。はい、おー、だから8割勝ってんのに、それでも6割勝つんですけど、下がってる。それでも6割ぐらい勝つんですけど、6割ぐらいまで落ちちゃうということで、あったかいものを食べないといけないということと、でもう一個僕がね、2019年度見たのはね、ポイントはですね、ココイチでございます。ココイチね。ココイチ食べた。ココイチというカレーやから強いね。ココイチ、ココイチカレーなんですけど、まあ、ココイチのカレーっていう意味でカレーうどんも入ってるんですけど、ココイチを食べた時全部買ったんですよ。7回やって7000、7勝です。ココイチ食べた時。マジか。で、カレーだから絶対カレーは必要です。これも一個ね、ダメなデータがありましてですね、キムチを食べた時全部負けてます。キムチを食べた時マジで全部負けてます。辛いものすごい。だからカレーうどんは、中辛まで絶対。はいはい。で、かつもう一個面白いデータがありまして、王将戦っていうタイトルがあるんですよね。おー、ね、王将戦ってタイトルで大阪王将食べてるんですけど、はい、3戦2敗です。ちょっと原価付きしようと思ったら、王将だから王将食べようみたいな、もう流行ってないダメない。そういうもうなんか そのなんかもう語呂だけのあかんのやつ。やっぱ被せるのはよくない。よくない。だから王将、王将でなんか2分みたいな。あ、そうだから。あ、そう、2分みたいな。反則負けしちゃうみたいな。明日センターやから勝つみたいな、勝つどうみたいな、そんなもん。そういうのが一番やったんかな。よくないよね。世のお母さん聞きましたか、今の重要ですよ、ほんま。めちゃくちゃ古い。受験にカーッとか言ったらほんま落ちるから、マジで。それ二歩だから。それ二歩。私ですね、2020年度担当させていただきました。2020年、はい、最新版です、はいはいはい、で、私のデータですね、簡単に言うと一番、使い物になりません。なぜなら、まだ2敗しかしていないから。え、2敗しか、ね、2敗しかしてない。お、マジで勝率はもう9割近いので。で、まあ、先ほどまでのね、その話を裏付けるようにと申し訳ないんですけども、その2敗どっちも冷えてます。すごいな。すごいな、このデータ冷えてるんか。論文に出せるんじゃない。いや、もう冷えたうどんと、あとは冷えた豚しゃぶなんです。あー、冷しゃぶ。まあ、負けたその貴重な 2曲のうち、はい、1つで白ぶどう飲んでたんですよ。はいはい、白ぶどうジュース。はい、
やっぱあの白はなんか多分良くないんですかね。白は良くない。白良くない。はい、白良くないし、まあ、だから冷えてても良くない。ちなみにこれ参考なんですけれども、昨日僕が食べたのが冷やしうどんで今着てる服は白。でめちゃくちゃ今日なんかボケ浮かばないんですよ。あ、もしかして神の意図。浮かばないんだ。神の意図浮かばない。全然浮かばない。むしろ、むしろ。なんか強調したいなと思ったら、藤井聡太も冷えてて白はダメなの。あ、なるほど。だから俺もいいと思う。そう。顔も心なしかちょっと四角くて、四角くて。それも、悪口だ。まあじゃあメインはこれにしましょうっていうので、多分出たのが、天丼と、カレーうどんと、まあ、カレーと、カレーと、丼系と、麺系。どれですか？でもじゃあ一つ参考に、丼はすごいっていうので、最近神の一手が出たっていう、三一銀って結構話題になったんですけど、出た時の、食べ物は天丼です。おお、はい、いやだからやっぱさ繋がってるんやって。なんか繋がってるんやって。さっきの天丼繋がりやってるんですよ。しかもここ4年越しというか3年越し。天丼とうどん掛け合わせはちょっときついやんか。あ、でも一応あるんだから、そういうのも。だから安定を取るか、ちょっと負ける確率上がるけど神の一手の確率上げるかっていう。確かに、確かに。カレーうどんだってほぼ勝つだから安定性はあるよ。カレーうどん超フォワードタイプか、はい、まあ、バランスタイプかみたいな感じで。そうなんですよね。でもちょっとでも俺的にでも、うん、天丼みたいな神の一手を打つのが天丼だとしたら、うん、もしで D 班とかの人は、うん、俺は天丼行くべきなの。あー、なるほど。 A 班、あー、なるほど。めちゃめちゃわかりやすい。 A 班の人とかは、はいはい、バランスタイプでもう安パイにカレーうどんみたいな。はい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 、なるほど。そっちな気するから。じゃあ B 班って以上にする。で C 判定以下に、そこに基準を持ってこない。だからお前みたいにセンターもう7割とかで、7割とかのやつは全然丼食った方がいいって言う。で、神の一手待つって。神の一手待つって。お前出たわけ。絶対出たいんだろうな、現状。じゃあということで我々の結論出ましたね。はい、まあ、もしの判定によってちょっとね食べるものが変わるってま、まさかの結論。まさかの結論。B 判定以上の人はまあ普通にやれば受かりますよねっていうランクの人だから、安定にしっかり勝率が高い食べ物、カレーうどんを食べてください。はい。で C 判定以下の方はちょっと本番で逆転する必要があります。はい、だから前日必ず神の一手を出す天丼をぜひ食べてほしいと。そうです。そういう結論ですね、これ我々。はい、はい、間違いない。はい、はいはい、ということで、じゃあ本日のね結論出たということで、皆さん、ね、ぜひね受験の時は参考にしてください。はい、ということで本日の動画以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。